さあ、まもなくこれより第2クォーターが始まります。攻守方向入れ替わり、今度は広島大学画面向かって右から左に攻める格好になります。広島大学サードダウン15の状況から試合再開です。インターセプト。ここでクォーターバック16番一気にロングパスを閉じました。ターゲットは13番でしたが、しかしこれは、これを取りましたが山口大学3番、パスダッシュによりまして攻守交代です。ターンオーバー。見事なインターセプトをしましたのは山口大学3番ミキ、新宮高校出身の4回生です。攻撃権奪いました。山口大学自陣48ヤードからファーストアウト。パス不成功。ここで山口大学もパスプレーでした。クォーターバック4番、ターゲット7番へのパスでしたが、このパスはわずかに高く、パス不成功に終わっています。ダウン進んでセカンドダウンに変わります。山口大学自陣48ヤードからセカンドダウン10。ファースト。ランニングバック10番、ハンドオフを託され左オープンへのランプレー。相手タックル受けながらそのまま粘り腰でセカンドにフォートを決め、攻撃権更新、ファーストダウンとしました。見事なラン決めました。山口大学10番は山下、豊富高校出身の3年生。山口大学相手陣42ヤードからファーストダウン10。長いハードルを解けまして山口大学セカファーストダウンの攻撃に入ります。クォーターバック4番、パスを投じようとしましたがターゲット見つかるとスクラム、緊急発進のランプレーに変えましたが、しかしこれは広島大学見事に対応し約3ヤードロスと変えました。山口大学相手陣44ヤードからセカンドダウン13。オプションフェイクから中央付近へパスを投じました。これを取りました81番、タックル受けながら約11ヤードのゲインとしています。パスを取りましたワイドレシーバー81番は木下、池田高校出身の1年生です。山口大学相手陣33ヤードからサードダウン残り1ヤード。中央のランプレー、ファースト。ここで広島、失礼しました、山口大学キャリア10番にボールを託して攻撃権更新、ファーストアウトしました。見事期待に応えました。山口大学10番は山下、豊富高校出身の3年生。ファーストダウン残り10ヤードです。ここでホイッスル。レフリータイム、ここで負傷者が発生しましたのでレフェリータイムアウトが入ります。
さあ試合再開となります。山口大学相手陣29ヤードからファーストダウン10。10番ドロープレー、パスに見せかけたランプレーを展開しました。託されました10番、相手タックルありながら約4ヤードのゲインとしています。キャリア10番は山下、豊富高校出身の3年生。山口大学相手陣25ヤードからセカンドダウン6。4番ロングパス、ターゲット81番へのフェイドパターンのパスを投じましたが、しかしこれは広島大学ディフェンスが見事にカバーしており、パス不成功としました。山口大学サードダウン3回目の攻撃に入ります。山口大学相手陣25ヤードからサードダウン6。クォーターバック4番、ワイドレシーバー7番にパスを通しまして攻撃権更新、ファースト。見事パスプレーにより山口大学攻撃権更新といたしました。クォーターバックは4番中田、京都高校出身の3年生。取りましたワイドレシーバー7番は桑野、新宮高校出身の4年生。山口大学相手陣16ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック4番エンドゾーン奥へのパス、ターゲットは81番でしたが、これは広島大学のパスカバーよくパス不成功に終わっています。山口大学相手陣16ヤードからセカンドダウン10。ここでホイッスル。山口大学前半1回目、ここで山口大学前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。画面の光明のありますその下側に黄色いバーがありますが、これがタイムアウトの残り個数となっております。ご参考ください。山口大学前半1回目のタイムアウトです。各チームは前半後半にそれぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。山口大学前半1回目のタイムアウトが解けます。プレー再開となります。相手陣16ヤードから山口大学ファーストセカンドダウン10。ここでクォーターバック4番ミドルゾーンへのパス、これを見事にワイドレシーバーキャッチしまして、81番でしょうか、キャッチしまして相手陣1ヤードの視点での攻撃権更新です。山口大学ファースト。さあゴール前1ヤードに迫りました山口大学、この1ヤード広島大止めることができるでしょうか。山口大学相手陣1ヤードからファーストトゥーゴール。
成功タッチダウン。ここで山口大学パスプレーを選択しました。クォーターバック4番中央へ走り込んできたワイドレシーバー7番に見事にパスを通しまして攻撃タッチダウンとしています。山口大学タッチダウン。これになり山口大学に6点が入ります。そしてタッチダウンの後のワンプレートライフォーポイントに入ります。キックですと1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点。山口大キックによる1点ゴールであります。キッカーは3番のミキ。キック成功、1点追加。山口大学10点、広島大学0点。山口大学タッチダウンによりリードを広げました。ドライフォーポイントのタッチが成功、1点追加です。TT 様メッセージありがとうございます。山口大学いいぞ、まさにその今山口大学順調な攻撃を展開しています。その山口大学のキックオフにより試合再開となります。広島大このシリーズ反撃の糸口とすることができるでしょうか。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。キックオフのボールは外へ出しますと反則となります。この反則が発生しました場合はリターンチームがボールが出た位置から5ヤード前進しての攻撃か、あるいは5ヤード下がって蹴り直すか、あるいは自陣35ヤードからの攻撃のいずれかを選択できます。イエローフラッグが出ています。また反則は別地点でもう1箇所発生しているようです。このいずれの反則を取りますか、この判定を待ちましょう。先ほどの反則はいずれも山口大でした。キックオフの際の不正な体型でのキックオフ、そしてボールが外へ出たという2つの反則ですが、このいずれかの選択の際、広島はボールが出た方の反則を取りました。選択としましては広島陣35ヤードからの攻撃を選択しました。広島大学この位置からのファーストダウン点に入ります。広島大学自陣35ヤードからファーストダウン点。パス成功。クォーターバック16番、ディフェンスのプレッシャーの裏をつくようにワイドレシーバー5番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。パスを通じましたクォーターバック16番はボータ、立命館森山高校出身、取りましたワイドレシーバー5番は林、明星高校出身の4年生です。広島大学自陣41ヤードからセカンドダウン4。29番にボールを託しまして中央に並んでディフェンス群がりましたが29番見事にカットバックし右オープンを突き出して攻撃権更新ファースター。素晴らしいステップを踏みましたランニングバック29番は宮本。
明治学院高校出身の4年生です。山口大学、失礼しました、広島大学ファーストダウン転倒します。ファーストダウン残り10ヤードです。広島大学自陣46ヤードからのファーストダウン転、再び29番に託しました。中央へのランプレーによる突破がかかりましたが、これは山口大学81番が対応しまして、ゲイン1ヤードにとどめています。広島大学ランニングバック29番宮本選手、キャリア29番は宮本、そしてタックルしました山口大学81番は来ました。広島大学セカンドダウン内、ボールオン自陣47ヤード。さあ広島、さらにランプレーを重ねました。キャリア29番、中央突破を果たしまして、約8ヤードのゲインとしています。29番宮本、ここへ来てランプレーによってチームの活力を与えています。明治学院高校出身の4回生、広島大サードの残り1ヤード、攻撃権更新です。広島大学ファースター。さあ広島大相手陣に入りまして、相手陣37ヤードからファースターアウト。広島大学相手陣21ヤードに入りまして、ファーストダウン点に入ります。ファーストダウン残り10ヤードです。さあ残り21ヤード、いかなる選択をするでしょうか。広島大学好調な宮本か、あるいはその裏をついてのパスか。ここでホイッスル、前半2回目のタイムアウトを取ります。山口大学、ここまで宮本のランに押されつつ自陣深くに入り込み、ここで一旦間を置く形で守備でタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトいかなる形で効果を発揮するでしょうか。まもなく試合再開となります。広島大学相手陣21ヤードからファーストアウト。中央へのランプ、
キャリア29番約3ヤードのゲインとしています。キャリア29番は宮本。明治学院高校出身の4回生。さあ前半残り時間残り2分を切ります。この2分以内に得点を挙げなければ今の広島大学ポジショニングリセットとなります。ボールオンは相手陣18ヤードからのセカンドダウン7。さあさらに宮本に託した中央のランペクォーターバックリバースピボットでその裏を突くように中央突破を果たし約6ヤードのゲインとしています。しかしボールを持った選手が中で倒れているため時計が回り続けます。前半残り時間残り1分30秒を切りまして1分20秒を間もなく切ります。広島大相手陣12ヤードからサーダウン残り1ヤード。さあまた宮本に託しての中央突破、タックル集まりましたがしかし見事に攻撃権更新です。広島大学ファースト ここからホイッスル。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを取ります。前半残り時間51秒で時計は止まりました。各チームは前半後半にそれぞれチームタイムアウトを取ることになります。下木様双方ともにまだ試合経験がそれほどできていない状況が見え隠れするその技術の甘さは確かにあると思います。しかし現状においてできる限りの精一杯を両チーム発揮していると私は見ています。さあそして広島大学前半1回目のタイムアウトを解けまして広島試合再開となります。試合時間前半残り51秒、広島大学相手陣10ヤードからファーストアンプルゴー。広島ここで宮本に託しましたが見事にこれをタックルして山口大学止めました。ここで広島大学前半2回目のタイムアウトを取ります。広島大学ランニングバッティング29番宮本選手中央を取りましたがゲインできませんでした。続いては着地さあここで好調な宮本のランを山口大学まず1つ目止めました。1ヤード下げましてセカンドランの状況に追い込んでいます。広島大前半2回目のタイムアウトを解けます。ボールオンは相手陣11ヤードから広島大学セカンドダウン2ゴール。前半残り時間は45秒。さあ9人をランプハンドオフプレーからクォーターバック16番自ら持ち込みました。山口大学アジャストしまして約4ヤードのゲインサーダウンに変わります。時計回り続けます。試合時間残り前半30秒を切ります。さあサーダウン2ゴール。さあ中央のランプレー宮本のランプレーだがこれを止めました。ゲイン2ヤードで留めています。ここでフェイスル。広島大学ランニングバック29番宮本選手広島大学
広島ここで前半最後のタイムアウトを使います。試合時間前半残り16秒で時計は止まりました。さあこの最後のタイムアウトを使いまして広島このフォースダウン最後の攻撃権どのように使うでしょうか。失礼しました、下谷さんはお名前を読み間違えておりました、失礼いたしました。さあタイムアウトを受けまして広島大学フォースダウン2ゴールに挑みます。フォーメーションを変えましてフィードボールトライ。ここで山口大学も前半最後のタイムアウトを使います。フィールドゴールによる得点を狙うとみてここで一旦作戦を練り直します。山口大学前半3回目のタイムアウトです。さあ双方タイムアウトを使い切り前半残り時間16秒、広島大学フォースダウン2ゴール残り5ヤード、フォーメーションフィールドゴールトライ、キックレングス22ヤードのフィールドゴールに挑みます。キッカーは73番。キッカー73番、川上のフィールドゴールによりまして広島大学反撃となります3点を挙げました。広島大学3点、山口大学10点。さあ前半残り時間少ない状況で広島大学まずフィールドゴールによる3点を挙げました。これが反撃になります兆しとなるでしょうか。広島大学のキックオフで試合再開となります。山口大学これをリターンしません、フェアキャッチ。これによりまして山口大学は自陣25ヤードからの攻撃を選択する形になります。失礼しました、自陣10ヤードからの攻撃という形になるようです。山口大学自陣10ヤードからファーストダウン10、2ダウン膝をついて時計を回す選択としました。このまま前半戦を消化するようです。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして広島大学ラクーンズ3点、山口大学ギャンブラーズ10点で山口大ワンタッチダウンリードで後半戦に移る形になります。